フランス皇帝ナポレオン1世は自軍の栄光を称えるためパリに凱旋門を建造するよう命じたナポレオンの流刑などで工事は長く中断し30年後の1836年にようやく完成ナポレオンはすでにこの世を去っていた高さ約5 0ルの凱旋門が 今日3日まで青みを帯びた銀色の布に包まれているブルガリア生まれの現代美術家クリストと妻ジャンヌ・クロード共に個人の遺作である夫妻はパリで暮らしていた1961年に凱旋門の梱包を着想しその案が60年越しに実現した過去には パリ最古の橋ポンヌフや旧ドイツ国会議事堂なども包んだ布で対象を覆い隠すことによりそのシルエットは逆にあらわになる凱旋門の梱包芸術では布地のひだにもこだわった太陽光と夜間照明に照らされ金属的な光沢と陰影が時間とともに変化していく。 使用した布は約2万5,000平方メートルに及び制作費18億円は夫妻の財団が負担した2人の作品は長い時間をかけて準備され短期間で撤去されるそれが作品の質を支えてきたという遺作の凱旋門も16日間の儚い命であったが 見る人の心を優しく包み込んだように見える。